こんにちは。 IBF フェザー級4位、東洋太平洋フェザー級2位、日本フェザー級1位の阿部玲也です。次、タイトルマッチじゃなくなってその杉田選手と決まったんですけど、アマチュア140戦で110勝してるらしいんですけど、あんま気にしてないし、ここで、負けるつもりもないんで、俺とやるなら、おまわりさんだったら警棒ぐらいちょっと持っておいた方がいいんじゃないかっていう感じですけどね。僕はリングに上がる以上、1対1の五分五分の真剣勝負だと思ってるんで、とりあえず次の試合は考えてません。杉田選手に勝つことだけを考えて今練習させてますので、自信あります。杉田選手は、多分典型的なファイター型なんで、多分俺の距離でやってたら多分触れられないんじゃないかなっていう感じなんで、別に相手の距離でやって負けるかっていったらそれも思わないですけど、自分の距離で終始やって何もさせないで勝つ。はい今までの阿部の戦い方から見て、近い距離に入って距離さえ潰せば阿部に勝てると思ってる、トレーナー選手のみんなもね多いかとは思うんですけど、やってみてください。阿部は近い距離でのコンビネーションめちゃめちゃ速いし強いですよ。あと体もね試してみないと分かんないと思うんで、ぜひぜひ試してみてください。ただ油断は全くしてません。やっぱり、警察で鍛えたフィジカルとか、右のショートフックやや後頭部に来るようなああいうラフなパンチ、ラフなことしてくると思ってるんで、あれが世界に通用するボクサーかどうか見てもらおうかなって思ってます。別になめてるわけじゃないですけど、しっかり格の違いを見せつけて、勢い乗れたらいいなって思ってますけどね。本当は、1月19日が日本タイトルマッチの予定でずっと練習もしていたんですけど、チャンピオンは怪我したっていうの話がもうジムに入って、それはしょうがないなって思ってはいたんですけど、そこからその1月19日の試合が決まるのか決まらないのかもよく分かんないで、2点3点してはっきりしてくれっていう感じだったんですけど、なんとかですね、その杉田選手と決まって。もうしょうがないなと思ってたら、この間チャンピオンとの発表会見の時、チャンピオンが怪我してた全治3ヶ月の骨折って聞いてたんですけど、スタスタ歩いてたんで、あれと思ったんですけど、とりあえず、まずは目の前の杉田選手との試合に向けてやって、一応その後5月にはタイトルマッチが決まってるんで。チャンピオンにはしっかり怪我治してもらって、万全の状態でやりましょうっていう感じですね。本当はタイトルマッチといってみんな盛り上がっていたんですけど、タイトルマッチは5月になってしまってすみません。でも1月19日おまわりさんボクサーをケチョンケチョンにして、やっぱり阿部さんは強しっていうところを見せますんで、ぜひとも皆さん応援よろしくお願いします。